今年が文教育生70周年ということで、さまざまな事業を取り組んで、記念事業を取り組んでいます。その中で、今回何か思い出に残るものをということで、シンボルマークを作ろうということになりました。文京区の新たなシンボルマークを制作したのは、アーティストの所浅尾さん。東京2020オリンピック・パラリンピックエンブレムを手掛けたことで世界中に知られるアーティストです。組市松紋と呼ばれるエンブレムをはじめ、日本の伝統を受け継ぐ文様をライフワークとして制作されています。所さんが文京区のシンボルマークを制作することが決まった時の心境とはどんなものだったのでしょうか。嬉しかったですね。生まれは他の区ですけども、高校とかは文京区でしたし、なんか、ふるさとに刻まれうると思うと光栄だしプレッシャーだし。そうして完成した文京区のシンボルマークがこちらです。一つはお花描きたいっていうのはありまして、どの花を描いたってわけではないんだけど、見ようによっては梅にも見えるかもしれない、桜にも見えるかもしれない。今回のは僕は直線がないんですね。柔らかかったりとかで、やっぱりでも組の都ということで、そのきっちりこういう理屈でできてるっていう図学的な構造成り立ちっていうのをものすごく入れ込めようと思って作ったものです。一見シンプルに見えるこのマークには、実は緻密な構造が隠されています。補助線を引いていくと、このマークが異なるさまざまな大きさの円で構成されているということが分かります。さまざまな円を組み合わせることによって、文教の文という文字に見える表現になっています。例えば辺と作りがあるような感じって割と四角く見えますよね。文って結構なんか四角くない珍しいあり方かなと思うんだけど、文っていっぱい書きましたね。ブンブンブンって。所さんが作った新たなシンボルマークは、古くから区民の皆さんに親しまれている紋章の存在なくして語ることはできません。今から66年前に文京区の紋章というものができていますけれども、実は今回歴史を紐解いていきましたら、その作者である千葉和彦さんという方は、大学1年生の時、19歳の時に今だに色あせることないこの文京区の紋章を作っていただいたということが分かりました。で、それらの縁を大切にしてですね、今後とも文京区文の都がこれからも輝いていくために、紋章からつながるシンボルマークを作っていきたいと思ったわけです。こちらの紋章は昭和26年、一般公募作品の中から選ばれました。当時発行された文京区の地域新聞に入選者決定の記事が掲載されています。一等に選出された紋章を考案したのは千葉和彦さん。後に数々の映画の美術監督や大阪万博のサブプロデューサーを務められた千葉さんですが、区の紋章のデザインを考案したのは19歳の時。八戸から大学進学のため上京したばかりの初々しい青年でした。千葉さんにどのように紋章のデザインを考案したのかをお伺いしました。もう文京区の文という一字をね、モチーフにしようかなっていうのは最初から、決まってたっていうのかな、ひらめいたというか、文京区だから文だっていうことではなくてね、文という一字で何かその区の性格とかね、特徴だとか、そういうものを出せたらいいなと。文京区っていうのは昌平坂に学問所がね、最初に開かれた、今湯島聖堂っていうのかな、学校がたくさんこう集まってるところであるし、それから夏目漱石だとか樋口一葉だとかね、森鴎外とか、そういう文人たちがもうこよなく愛した町だし、そういった人たちのいろんなその成果がね、文化をこう高めて、それはまた新しい文明を開く礎になっていったわけですから、その文化の文、文明の文、
文人たちの文、学校がこう集積してるということで文教の地であるというような、全部その文が意味合いを持ってくるなということで、その文にこだわって形を整えていったということですよ。所浅尾さんと千葉和彦さんの間には不思議なつながりがありました。千葉和彦さんには学さんという建築家の息子さんがいます。建築を学んでいた所さんが師事していた江頭慎さんと千葉学さんには親交があり、江頭さんを通じて学さんと所さんが出会います。後に2人はさまざまなプロジェクトを共同で手掛けるようになっていきます。千葉先生の学先生のプロジェクトの一部を設計させていただいたりとか、また所さんが開催した作品展のカタログに学さんが文章を寄稿するなど、2人には深い結びつきがありました。所さんは父の千葉和彦さんが文京区の紋章を制作したことを学さんから教えてもらったのだそうです。これ僕のお父さんが作ったんだよっていうね、すごいよくできてると思うんだよねっていう、なんというご縁だろう、尊敬する方のお父様、しかもすごい若い時の作品だって聞いて色褪せないですしね、あの作品は。千葉和彦さんが制作した区の紋章に所さんはどのような印象を持ったのでしょうか。すごい可愛らしいなと思って、なんか本当トコトコと歩いていくような感じもあるし、でもよく考えると日本の古来の家紋の中にあっても全く遜色ないというか、で本当にコンパスと定規で描けるものですよね。全くもって本当に素敵な紋章だと思いまして、でそれを更新するんじゃなくて並走できるっていう立場がやっぱり嬉しいですね。千葉和彦さんに紋章を受け継いで新しいシンボルマークが誕生することについてどう思うか伺いました。70周年を期してね、新しいシンボルマークを作られると、でしかもそのシンボルマークをデザインされる方が文京区に住んでおられる所さんと、2020年の東京オリンピック・パラリンピックのねエンブレムをデザインされた今一番こう輝いているデザイナーがこの紋章を引き継ぐ形でシンボルマークをやってくれた、これはもうこんな嬉しいことはないし、不思議なもんですね。せがれが設計の仕事、建築設計の仕事をやっていてね、せがれの作ったこう建築やなんかに何回か所さんと一緒にこう仕事をやられたことあって、人と人のつながりっていうのはね面白いし、そういうつながりがやっぱり新しい作品を作っていくんじゃないでしょうかね。区の紋章のこれまでの区の紋章や区の紋章の作者である千葉和彦さんへの尊敬の念に非常にあふれている作品です。で、共にそのつながるをテーマにしたデザインとなっているので、これがその私たちこの文京区という地域で活動しているその様々な人たちをつなげる効果を生んでいくように、このシンボルマークが発展していくことを願っています。まあ、少なくとも何十年もその例えば文京の苦笑はあり続けてるわけですよね。で掘り込まれたりとか、この方のシンボルマークもそういうふうに皆さんが目にするして記憶に残ったりしたらいいなと思いますし、なんか成り立ちとかつながり方とかを見た時に、なるほどとか、なんかこう好き嫌いとか以上のことを思ってくれる子供がいたらいいなって思います。